んにちは、カプリショーです。今回はこちらを作っていきたいと思います。ぷにゅぷにゅしています。ボールにもなります。結構丈夫です。では作っていきます。用意するのは縦と横の比率がコピー用紙と同じ折り紙です。ではまず半分に折ります。そうしたらこちらを下に下ろします。ひっくり返して反対側も同じように折ります。今度はこのように8等分になるように折っていきます。そうしたら一度開いてこの真ん中の折り線を上の折り線に合わせて折ります。くるっと回して同じように上の線に合わせて折り目をつけます。これで8等分になりました。今度はこれを8等分の倍の16等分にしていきます。このところは重ねて折っていってもいいんですけれども、そういうふうに折るよりも一度開いてその都度ですね、線のところで折り直して上の線と上の線に合うように折った方がきれいに出来上がります。
16等分になったら、ひっくり返して半分に折ります。4等分になるように半分に折ります。繰り返して反対側も同じように折ります。8等分になるように反対側も同じように折ります。一度開いて、中心の線を上の線と合わせます。くるっと回して、同じように上の線に合わせて折り目をつけます。8等分になりました。これをさらに細くしていきます。ここのところはですね、こういうふうに重ねて折っていってもいいんですけれども、そうするとズレが結構出てきてしまうので、一度開いて折り目を変えて、こんな感じで折った方が綺麗にできるのではないかなと思います。折り目を変えて上の線と合わせる。折り目がついたら、今度は畳んでいきます。しっかり折り筋をつけていきます。そうしたら、ここを折り畳んでいきます。折り線に沿って交互に折ってください。小さくなるのでギュッとしっかり折り目がつくようにギュッギュッと。こんな感じになりました。そうしたら、ここを引き出します。こうです。
このぐらいです。このぐらいです。そうしたら一度たたんで、このぐらい。あとでここのところは調整ができるので、だいたいこのぐらい出してみてください。均等になっている方が理想的です。そしたらくるっと回して、反対側も同じようにキュッと引き出します。均等になっているかどうか確認をして、くるっと回して同じように引き出していきます。ちょっとやりにくいですけれども、そしたら形を整える。こんな感じです。くるっと回して、また全部ですね、あとどのぐらいかな、残りをすべて同じようにやってみてください。キュッと、こんな感じに出来上がりました。ではですね、これと同じものを4つ作ります。1つ出来上がっているので、他に2つ作ります。そしてこういう風につなげていきます。イメージはこうです。そしてここをつなぎ合わせる。こんな感じですね。まずこちらをつなげていきます。
落とせるようにはめ込むような感じで、これだけでもくっついてるんですけれども、パッと取れてしまったりすることがあるので、端だけちょこっとのり付けをしたいと思います。ここですね。こちらもくっついてるんですけれども、端のところだけのりをつけます。ではこちらとこちらをつけていきます。山が合うようにして、そしたらここも取れないようにのり付けをしておきます。そしたらこれはもう4つで円になってなくてはならないので、円になるようにキュッと形を整えて、ここをThank you.
ぎ座になっているので最後のところが一番難しいかもしれません。このとりあえず糊をつけておきます。あとはキュッキュッとおにぎりを握るように丸めて、では丸めていきます。壊れそうですけれど結構ギュッとしても壊れないので心配しないでください。最初はゆっくり、こちらの方が綺麗ですね。丸くなってきました。整えるだけです。クーンと押すと紙なんですけれどもなんか粘土のような感じがします。丸くもなりますし、ぎゅーっと押せば棒にもなります。完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。